あれ、川端バナいたんだ。そういえばさ、塚田さんのとこまた子供できたんだって。いい年してよくやるよな。行きます、すぐ行きます、すぐ行きますから。行きます、すぐ行きます。何聞いてんだ川端。すぐ行きますから。行きます。川端、すぐ。安川さん、西荻一家惨殺事件、もう7年も前になるな。それとあのテープとどういう関係があるんですか？その事件の犯人自殺したんだよ。一家全員殺した後に自分で首吊って。そいつ自分が死ぬ瞬間をカセットテープに録音してたんだ。それで当時の捜査員の一人が真壁って言うんだけど、その真壁が残業して一人でテープ起こしすることになった。ところが次の日署に行ってみるとテープだけあって真壁のやついないんだよ。何度も家に電話しても一向に出る気配がないし、しょうがないから直接真壁ん家まで様子見に行くことになってさ。そしたら真壁のやつ死んでた。え？風呂場で首吊って。テープを聞いたせいだって言うんですか？何が録音されてたんですか？安川さん、声だよ。声ってさっきの？いや、別の声だ。子供の声だ。どこ行くんですか？燃やしてくる。何もそこまで。捨てたんだよ。え？このテープ7年前に俺が捨てたんだよ。何十キロも離れた山の中まで持ってって。こんなとこにあるわけないんだ。関わるなよ。絶対関わるな。